はい、いちご、かえで、おゆずちゃん、そしてママちゃんね、みんなお年齢しております。はい、ね、今日はですね、天罰方式について、ちょっと考えをねお話ししたいなと思いますね。皆さん天罰方式ってご存知でしょうかね。要はまあワンちゃんをですね、びっくりさせて、まあ物事をこう鎮圧させるっていう方法なんですけど、まあわかりやすく言うと、例えばこう、まあ何かしら物音が起きて吠えまくりましたね、わら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 ってなってる最中にですね、まあ飼い主さんが一生懸命注意するんですね、こらやらないダメとかね、こういろんな言葉で注意したりしやすいんですけど、それでも言うこと聞かないっていう場合にですね、こういったペットボトルとかを使って中にこうビー玉とかチェーンのかけらとかを入れて、ね、ワンちゃんの、まあもちろん当たらない範囲で床に投げつけて、ガシャシャシャンと音を鳴らしてびっくりさせて鎮圧させるという方法が、まあ天罰方式になります。はい。ね。まあこれちょっとちょいと調べればこういったやり方っていうのはね、簡単に出てきます。はい。で、メリット、デメリットのがもちろん存在します。メリットは即効性があります。ね。ワンちゃんびっくりしますからね。はい。泣き止む、効果っていうのは適面です。はい。はい。それはメリットですね。はい。あ、じゃあいいじゃないって思うと思うんですけど、デメリットが存在します。このデメリットっていうのがね、結構深刻です。ね、よく聞いていただきたいなと思うんですけど、デメリットっていうのはですね、ワンちゃんが慣れたら、おしまいです。効果激減ね、もう効かなくなります。それが1点目。で、2点目、根本的な問題を解決できてないっていうのが2点ですね。はい。例えばまあ今お話ししましたね、注意しても全然吠え続けるから、天罰方式でまあ黙らせるっていう方法をね、例で言いましたけども、これまあ根本的な解決にならないっていうのがあるんですが、じゃあ何がっていうと、要はワンちゃんからしたら何かの出来事で、起きて自分の縄張りのところね、気配だとか音とかを察知して吠えました。なんだあれは、なんだ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 あの音は、びっくりしたぞ、なんだなんだってこう警戒してるわけですね。ワンちゃんにとってはこれは正常な動きでございます。反応です、ね、でここが原因、飼い主さんが注意しても全く無視して狂ったように吠え続ける。はい。ここが原因です。ね。これが原因です。私からのね、見ると原因がここです。はい。決してその物音に対して吠えたからそれが原因、それが問題でしょっていうわけじゃなくて、注意したにもかかわらず、無視してずっと狂ったように吠え続けるがも原因です。問題です、これ。はい。ね。基本的にはですね、ワンちゃんっていうのは強いリーダーに頼りたい生き物になります、はい、ね、上下関係をすごく重視した生き物ですから、例えばボスからの、ね、リーダー格の、まあ、飼い主さんボスからこう注意を受けた場合はですね、スッと収まるのが正しいですけども、それを無視してずっと吠え続けているということは、そのワンちゃんは飼い主さんに対して認めてないわけです。あなたがボス、ちょっと頼りないなとか、そんな感じです。どちらかというと、まあいいお友達じゃないとかね、そういう感覚になります。ワンちゃんからすると。認めてないですね、あんまり。はい。これは人間社会も一緒なんですけど、まあ皆さんお仕事をこう勤めたりとかして、忙しい。ね。猫の手も借りたい状態の時に、例えば、まあ自分の上司もしくは社長から「何々さん何々くんちょっと来て」って言われたらどうですか、皆さんどうしますか。まあ、大半の方が手を置いてね、あ、分かりました、今じゃあ迎えますと、行きますね、お呼びでしょうかとかいう形でそのボスに言われたらまあ行きますよね。それが、例えば、呼んだのがね、
呼んだのが自分の同僚だとか格下の、まあ、社員に何々さんちょっと来てくださいって言われたらどうですか。また反応がちょっと変わったりしますよね。まあもちろんその会社の、まあ指導の仕方とかでいろいろまあやり方変わると思いますけどね、まあもちろん、あ、何ですかとか、どうしたのってこう言ったりもしますし、いや今ちょっとこの手がもうダメ、忙しいからちょっとこれ終わってからにしてとかね、はい、まあ人によってはまあそれぐらいの仕事自分で女のやれやとかね、いろいろ反応がやっぱり変わりますね、はい、やっぱこういうこの上下関係の価値観の違いっていうのをワンちゃんも持ってます。こういう価値観をですね、持っているがためにそういうその突発的な出来事に対してワンちゃんですね、飼い主の言うことをあまり聞かなかったりするっていうのが実際起きるわけです。要はここが原因なんですね。そういったところに天罰方式っていうのは全然効果がないんですね。根本的な解決をしてくれない、はい、ね、こういったデメリットがあります。で、なので、まあ、トカゲの尻尾切りと一緒なんですよね。まあ、吠えがダメなら、じゃあ今度は、家具をガジガジして、鬱憤を晴らそうとか、ね、わざとおしっこしちゃえとか、わざとうんちしちゃえとか、食糞しちゃえとかね、そういった行動に、走ったりするわけです。これが天罰方式の、まあ、メリットデメリットになります。はい。ですんでね、黙るからいいじゃないっていうわけじゃなくて、なんで静かにちょっとできないのかとか、なんで吠えてしまうのかっていうところをですね、皆さんぜひ一生懸命考えていただければなと思います。ね。で、ちょっとね、プロの人が例えば天罰方式を率先して、進めてきた場合はですね、私はそのプロの方はあまり信用しない方がいいかなと思います。これは私個人的な意見ですけどね。はい。理由はまあ今述べたんですけど、やっぱりその根本的な解決を見れないプロです、その人。ね、とりあえず黙らせればいいでしょっていう頭でやってます。はい、もう短期間でとりあえず黙らせればいいでしょっていう頭でやってると、天罰方式で対応したりします、はい、やはりちょっと時間をかけてでもなんでこの子は吠えてしまうのか、なんで飼い主さんの言うことを聞かないのか、そこを探って原因を見つけて、ね、じゃあどういう風な接し方をすればいいのかっていうのが、まあ、私なりのプロの考えじゃないでしょうかっていうのがね、私は持ってるんですけどね。なんで安易に、あ、それはもうね、ガチャンと鳴らしゃいいですよとか、あ、手叩きゃいいですよとか、あね、いう方は、ちょっとやっぱり信用が私からできないかなと思います。あ、この人ワンちゃんの本質あまり見れないかなというふうにですね、判断してしまいます。まあ、ちょっと初心者さんの方はね、そこまでやっぱり見破るっていうのはちょっと難しいので、やっぱりプロの人がこう言ったら、ああ、そうなんだなって信用してしまいやすいんですけどね。はい。ただやっぱり本当にわかる人は、なんで吠えてしまうのかっていうの、そこをね、一生懸命こうリサーチしようとします。で、私の場合だとお客さん宅行って、いろいろご質問させてもらってます。で、散歩はどういう風にやってますか、あと質とか時間はどうですかとかね、ワンちゃんに接するときはどんな感じでやってますかとか、どういう風にやってますか、でワンちゃんの動き見てもね、まあ日頃どういう風にやってるのかっていうのも大体分かってきたりします。はいね、はい、そういったところでやっぱり答えをね、どんどんこう導くように私の場合はね、対応させていただいて、あ、こういうことがいろいろ重なっているからこの子はもうやりたい放題になってて飼い主さんの言うことも聞かないんだなっていうふうに私は見破るんですね。じゃあどうしましょう、
ね、問題解決するためにはこうしてこう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 してくださいって時間かけてね、いろいろ説明をさせてもらってちゃんとリーダーシップを取るようにやってくださいね、練習してくださいねっていう風にお邪魔した方々にみんなに言ってます皆さんに言ってますね。はい、呼ばれた方はね、お呼びしていただいた方は皆さんね、あ、私言われてるっていうふうにね思うかもしれませんけどね、言ってますね。はい、でそういう理由だから私はね、言ってます。これ全部説明してしまうとやっぱりちょっとあの時間がね、せっかくお呼びいただいた時間大半に使うので、まあある程度もちろん説明するんですけど、1から10まで全部説明しちゃうとあっという間にその説明で終わっちゃうので、分かりやすい範囲でお話しさせてもらって、で今のように解説をして、でこうだからやってくださいねっていうふうにね、ちゃんとやるわけでございます。はい、はい、いかがだったでしょうか。天罰方式についてのちょっと考え方でございますね。はい、なのでまあ、使うか使わないかっていうのは、まあ、やっぱりお客さん次第に、まあ、ご覧いただいている方次第という形になるんですけど、私自身は、まあ、それは問題解決にならないかなと思ってますので、天罰方式っていうのは進めてはおりませんね。ご参考になりましたでしょうか。まあ、今回はちょっとね、まあ、お客様側目線というよりかこっち側目線のお話にちょっとなってしまいましたけどね。はい、参考になりましたでしょうか。はい、では次回もぜひご覧ください。バイバイ。バイ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 。ね、バイバイ。でこれの原因はご褒美がもらえるからですね。はい、ね、いつもこれやってますからね。はい、ね、はい、ちゃんと、ま、はい、座ってね、これが原因です。はい。はい、はい、協力ありがとう、はい、協力ありがとう、はい、協力ありがとうということです。バイバーイ。